繰り返しご案内いたします。東西線は南砂町駅において発生をいたしました人身事故の影響によりまして一部区間で運転を見合わせております。運転を見合わせている区間は当駅葛西駅から東陽町駅間、葛西駅から東陽町駅間で運転を見合わせております。現在葛西駅では西船橋葛西駅間の折り返し運転を行っております。当駅に参ります電車はすべて西船橋行きの電車でございます。東陽町方面ご利用のお客様には大変ご迷惑をおかけしております。申し訳ございません。全線での運転再開見込みは13時30分を予定しております。